レッスルマニア、レッスルマニア、レッスルメニアは、アメリカのプロレス団体、WWE が主催する、プロレス工業の名称。また、同工業を扱う PPV の名称でもある。WWE が主催する工業、PPV を伴うものを特に、特番と称するの中で、年間を通じて、最大のイベントである。WM と略されることもある。 レッスルマニアとサマースラム、サバイバーシリーズ、ロイヤルランブルを4大 PPV、2002年までは、キング・オブ・ザ・リングを入れて5大 PPV と呼ぶが、その中で、最も伝統があり、重要度も高い。1985年の第一回大会は一晩で400万ドルもの、収益を上げ、アメリカンプロレスの歴史を塗り替えた、記念碑的、レスリングイベントと位置づけられている。また、 93,173人という大観衆を集めた1987年の第3回大会は2010年の NBA オールスターゲーム108,713人に更新されるまで世界のインドアスポーツのイベントにおける最高の客動員数を記録していた。名実ともにプロレスの興業としては世界最大の大会である。RAW スマックダウンの両ブランドの区別が明確な時代のレッスルマニアのメインイベントは世界ヘビー級王座戦であった。その年の1月のロイヤルランブルで実施されたロイヤルランブル戦優勝者の王座挑戦となる。ロイヤルランブルからレッスルマニアまでの間に実施される RAW、スマックダウン及び p p v 放送はレッスルマニアに向けたストーリーが中心に組まれる。その他に 完全にブランド化が確立した年以降は、ランブル戦や特別試合を除き、RAW とスマックダウンのブランド対抗戦も行われていた。また、オーナーのビンスマクマホン自らが試合を行うのも、レッスルマニア限定のカードとなりつつある。2004年のレッセルメイニア XX より、大会前日に、WWE 電動、WWE ホールオブフェームの、 検証セレモニーが行われている。さらにその前の数日間レッスルマニア関連のミニアトラクションファンイベトのレッスルマニアアクセス等や式典が開催される。PPV の中でもこの工業の未開催を承知する形をとっており、毎年開催をめぐり数週が承知合戦を繰り広げている。また、近年では2月に翌年のレッスルマニアの開催場所及び、 会場の発表を行っており、開催場所の州知事もしくは市長や会場を本拠地としている NFL チームの選手等も出席する記者会見、プレスカンファレンスが行われている。過去には開催時期は3月初頭、4月初頭の間に行われた。現在は3月末から4月初めの日曜日に行われる。開催前の時期に行われるハウスショーツアーでは、 ロードツーレッスルマニアツアーというサブタイトルがつく。2005年2月4日5日埼玉スーパーアリーナでのテレビショー日本公演でこのサブタイトルがついた。また、レッスルマニア前に開催される PPV 大会ロイヤルランブル及びエリミネーションチェンバーにはロードツーレッスルマニアという宣伝文句も加さる。近年オーナーのビンスマクマホンがこれ以後のレッスルマニアを すべて6から8万人収容可能な巨大スタジアムのみで開催することを宣言し、WWE の本拠地であり、第1回10回20回と、節目節目に行っていたニューヨークでは、レッスルマニア30、2014年までに、ニューヨーク、またはその近郊に、スタジアムが建設されなければ、ニューヨークでレッスルマニアは開催しないと公に宣言している。前日の通り、 WWE において、最も歴史があり、WWE の象徴とも言える大会であるため、WWE の放送では、ことあるごとに、スーパースターの日の木舞台、レスラーにとって最高峰の大会と表現されており、祭典と呼ばれることも多い。事実、レッスルマニアに出場できる選手は限られており、ブレッドハート、ショーン・マイケルズ、スティーブ・オースチン、ザ・ロック、ジョン・シナ、 バティスタといったレッスルマニアのメインイベントに出場した何人もの選手がトップスターに上がっていることからレッスルマニアのメインイベントに出場することが WWE においてトップに行った証と見られる場合もある2005年のレッスルメイニア21は映画のとハリウッドがあるロサンゼルスで開催されたため大会前には WWE のスーパースターが出演する ハリウッド映画をパロディにした CM が放映された。一部は同年2月4日の埼玉大会でも流された。なお、以下の全バージョンが TV 放送された後に人気投票が行われ、最多票を獲得したのはバティスタ等が出演したタクシードライバーのパロディ作品である。なお、同年のサマースラムでも下級オリンピックをテーマにしたパロディ CM が放映された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。